本日学ぶのは、素朴ながら奥深いポテトフライ。日本一の食いしん坊上野さんが2023年印象に残った16皿のうちの一皿。訪れたのは鎌倉のイタリアン、オステリアコマチーナ。皮付きのじゃがいもを揚げて軽く塩をパラリ。じゃがいもの甘みやうまみ、皮の香ばしさが際立ち、しっとりとホクホクの絶妙なバランス。実は調理法にある秘密が。じゃがいもの美味しさを最大限に引き出す目から鱗の調理法を学びます。修行は発見の連続。思わぬひと手間に感動の日々は続きます。目指すは日本一普通で美味しい食堂を作ること。それでは今日も厨房に入らせていただきます。オステリアコマチーナがあるのは神奈川県鎌倉市。上野さん、鎌倉のイメージってどんなイメージですか？鎌倉はですね、まあ観光地、もちろん観光地なんですけど、まあ僕はやっぱり美味しいものがこう路地の奥に点在している街っていうイメージがありますね。その中でも、もう僕も本当大好きで、何食べても美味しいイタリアンがあるんですよ。今日はぜひちょっとそれをね、教えていただきたいと思って来ました。さあ、そしてこちら、看板が見えました。こちらですね。こちらがオステリアコマチーナさんですね。こんにちは。お邪魔します。こんにちは。ちょっとご無沙汰でございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。賑やかな小町通りの喧騒を離れ、一本横道へ。緑に囲まれたカジュアルなイタリアン、オステリアコマチーナ。温かみのあるカウンターにテーブル、そして日差しが心地いいテラス席も。厨房を一人で回すのはオーナーシェフの亀井龍馬さん。地元鎌倉の野菜や相模湾の魚介などを使ったワインに合う料理でもてなしてくれます。オステリアとはイタリアで居酒屋的なお店のこと。家族や友人とワイワイ楽しめるお店です。前菜のセットと、あと私はレモンクリームのパスタを食べました。すごい爽やかで美味しかったです。なんだろう、 おつまみが全部美味しかったのと、ワインの種類がすごい多くて美味しかった。いや、こちら前に来た時もそうですけども、メニュー見てるだけで本当にね、ワインが進む、自分がイメージできる感じなんですけど、まあこれまず黒板にね、このあったかい、これがもうすごい迫力もあるし、この手書きの文字がね、すごくこう食欲をそそる感じなんですけど、まあ本当に何食べても美味しかったですよ。僕はまだ2回しか来てないですけど。でも皆さん、いろんなメニューがあるんで結構迷うと思うんですけど、はい、例えば初めて来てたら どういう感じでおすすめしたり。まあこちらすぐ出る前菜ですと、サバのポテトサラダとか、サバのポテトサラダとかを食べながら、タチウオのフリットとかを待っていただくっていう感じですかね。タチウオフリット美味しそうだしな。メインは？メインはこの丸ごと一本魚のアクアパッツァ。もうこれも絶対おすすめです。こちらでアクアパッツァ食べて、僕の人生におけるアクアパッツァ感変わりましたかね。ああ、本当です、はい、アクアパッツァってやっぱり魚の美味しさを味わう料理なんで当たり前なんですけどいや、それ本当ピュアにストレートに味わえるの本当に嬉しかったです。他にも新鮮な魚とホクホクのジャガイモを使った魚とジャガイモのトルティリオーニ。絶妙なカットでフレッシュな馬肉を楽しむ馬肉のタルタルなど、どれもシンプルな調理法ながら、ここでしか味わえない美味しさに出会えます。上野さんが最初に頼んだのは、ありがとうございます。アワチのカルパッチョとアマチカ製パンです。ありがとうございます。綺麗ですね。これはいつ釣ってきたんですか？昨日釣ってきたものです。
毎日釣り行ってるんですか？いや毎日じゃないです、ね、あの休みの日に仕入れと称して仕入れと称して、はい、そしてまたねあの下のルッコラと鎌倉のルッコラだけですね今日は、はい、美しい。ちょっと早速いただきます。あ、このフォーク刺した感じがいい感じ。うん、旨味がしっかりしてる。あ、やっぱりこのぐらい1日ぐらい経った方が身がちょっと、そうですね、次の日でも新鮮さ、そのプリプリの新鮮さが、うん、味の付け加減も最高です。お待たせしました、はい、レモンクリームありがとうございます。お好みでこちらの唐辛子を。はい、いい香りだ。いただきます。クリーム系のパスタって重いっていうかね、もったりした感じがあるかもしれませんけど、こんな太いパスタなのにすごい軽やかです。クリーミーなんだけど本当にこうなんか軽やかな、こうレモンの香りと一緒にこう軽やかにこうふっと浮いてくるような、なんですかね、このコクがあるのに軽やか、本当にね素晴らしい。そしてこれぐらい初めて食べたんですけど、すごく外がパリッとしてて中がトロッとしてて食感がすごい楽しくて美味しかったです。芋の味が、素材の味がして美味しいです。個人的にすごいカバンついてるポテトがすごく好きなので、コロコロしてて美味しかったです。こちらが本日のお目当て、オステリアコマチーナのポテトフライ。あ、もういい香り。見てください、すごいシンプル、これ以上ないぐらいシンプルなんですが、この色味ただけで美味しさがもう詰まってるっていうかね、この皮まで美味しそうでしょう。いただきます。笑っちゃいますね、この人ね。本当にシンプルなんですよ。普通もじゃがいも揚げてるんですけど、なんでこんなこう芋の旨味とか甘みがこうふわっと出て、皮もねごちそうなんですよ。このカリッとした香ばしさと中のこうじゃがいもの、まあ旨味とか甘みが出るんですけど、でもそんなにあのもう水分が全然抜けてるって感じでもないし、こうちょっとしっとりした感じなんだけど、こうふわっとふっとした感じって、ね、これは本当に不思議なんですけど、こう不思議なんですけどっていうのもなんですけど、うまいよこれは本当に。食いしん坊の上野さんをうならせるオステリアコマチーナのポテトフライ。作る上でのポイントは、茹でたじゃがいもを一度冷凍する、冷たい油からじっくり揚げるの2つです。ではいろはにポテト、失礼します。お邪魔します。さあ、それでは改めまして、はい、ポテトフライの作り方を教えてください、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。使う材料はじゃがいもと塩のみ。じゃがいもは男爵芋を使用します。この番組300回以上やってるんですけど、番組史上最もシンプルな材料だと思います、はい、まず最初何からすればいいでしょうか。まずはじゃがいもを洗うところから。洗うところですね、はい、はい。じゃがいもは皮を傷つけないように泥を落としていきます。これをこう取るわけですね、はい、さあ洗い終わりました。じゃあこれあとはどうするんですか。次は茹でるんで、はい、お水を、お水を、はい、じゃあちょっと水はどれぐらい入れればいいですか。水はじゃがいもはかぶる、かぶるぐらいまで、はい、はい、このぐらいですか。かぶる、はい、はい、じゃあここでも火をつけちゃって、はい、はい、火はどんな、まあ中火ぐらいで、中火ぐらい、このぐらいですか、はい、はい、これ時間は大体どれぐらいですかね。じゃがいもの大きさにもよるんですけども、ね、はい、ゆっくりあの沸騰させずに、水面がゆらゆらする程度の火加減で大体10分から1時間ぐらいと串がスッと通るまで。あ、割とそう、はい、しっかり中に火が入るまで入れるわけですね、はい、はい。じゃがいもは70度以下の温度でじっくり茹でることで甘みを最大限に引き出せるそうです。細かい空気の泡が出始めたら火加減を調節し、沸騰させずに40分から1時間ほど茹でます。そろそろいい感じなんで竹串、あんまりあちこち刺せないですもんね、はい、一箇所だけ。じゃあちょっと真ん中までいいですか、はい、刺して
とどんな、まあ、スッと通れば OK です。取りました取りました取りました。じゃあもう OK なんでザルに開けていただいて、はい、はい、もう開けちゃっていいですか。はい、はい、そうもよし、はい、はい、入れて上がりました。じゃあこれをカットするわけですね。はい、どうやってカットするかちょっとお手本見せていただいていいですか。はい、ズバッと切るんではなくてこうボコッボコッと割っていくイメージなんですが、まず半分に、はい、はい、半分ぐらいまで刃を入れて、はい、パコッと割ります。ああ、もうだからもう手でちぎったかのような、そうですね、感じになって、はい、これなぜですか、このギザギザするの。断面に塩が絡むというか、まっすぐだとつまらないかなという。あと食べた時こう、そうですね、先生なんていうとこう、あの、なんだろう、こう香ばしい、はい、ちょっと軽く焦げた部分がまだらになった方が、ね、なんかうまみを感じますよね、均一のものよりも。はい、そうです、均一にはしたくないっていう、はい、あ、じゃあちょっとやらせていただいていいですか。はい、取れます。半分ぐらいまで入れてザク、はい、あ、ちょっと入れすぎたかな。いや、まあ、でもいい感じです。はい、はい、でこれはまた皮の方から、あ、あの3ぐらい、はい、はい、これでザク、はい、あ、いい感じです。ザク、はい、あ、いい感じです。このここがカリになるんですよ。カリ、そうですね、ザクがカリになるんですよ、きっと。切ったジャガイモをバットなどのトレーに並べていきます。じゃあこれを冷凍するわけですね。はい、もうこの状態でこのまま冷凍庫に入れる感じですか。そうですね、はい。じゃがいもは生のまま冷凍すると繊維の細胞が壊れて水分を失い、食感の変化や変色が起きてしまうそう。一度茹でてから冷凍することで甘みとホクホクの食感をキープしながら揚げることができます。さあ、それでは冷凍庫に入れます。大量に作って冷凍しておけばいつでも手軽にポテトフライが作れますね。この後、いよいよジャガイモを揚げていきます。その店に歴史あり、オステリアコマチーナ物語。あの、いきなりですけど、はい、亀井さん、なんで料理人になったんですか。料理人にを目指したのは27歳の時で、ちょうど日本ワールドカップの時、はい、それまで、あの、サッカーの、ああ、そうです、はい、サッカーのワールドカップの2002年、はい、その時に、あの、それまではちょっと床職人の仕事をずっとやってて、床職人、床を塗るためにその前に濡れる状態にするっていう仕事だったんですけど、ワールドカップは日本でやるっていうことで、どうしてもできるだけたくさん見たいっていうことで一度退職して、チケットは取れるだけ取って見に行ってたんですけど、2002年日韓ワールドカップを満喫した亀井さんは、そろそろ仕事を始めないとな、そうだ、ピザやパスタが好きだからイタリアンのシェフになろう。しかし、ここで働かせてくれませんか。27歳で初心者か、ちょっと始めるのが遅いな。当時27歳で料理未経験だったため、亀井さんを雇ってくれるイタリア料理店はなかったそう。そこで甘味処でアルバイトし、キッチンを経験。1年後、念願のイタリア料理店で働けることになりました。でもどうですか、もうやっぱりこう若い子とかもうバリバリできる若い子とかもいるわけじゃないですか。そうですね、全員年下で全員先輩っていう でも皆さんすごい、あの、優しく教えていただいて、本当今の糧になってます。何が一番大変だったんですか、その修行時代。全てが初めてだったんで、まあ、厨房ってこんなに忙しいいうのを初めて体験したんで、まあ、いつも仕事終わると鼻血が出てるぐらい忙しかったです。でも楽しい、好きでやっ
たんで、やってる間は集中してるんで、まあ楽しかったというかな、はい。でも最初から自分でお店を出そう、お店を持とうという、いやそんな まさかそんなできるとは思ってなかった。そうなんですね、はい。イタリア料理店を転々とし修行に励んでいた亀井さん、ある日アパートの引っ越しのため不動産会社へ。ふと軽い気持ちで、お店やるのにいい物件ありますか、それなら小町通りにいい物件がありますよ。 あるんですか。ここならいいんじゃない、いいんじゃないみたいな感じで周りからも言われて、じゃあやってみようかなみたいな感じで、じゃあどちらかというと自分でもここで 店出すからこういろいろ探すってる、まあ、たまたまいい物件があったから、あじゃあ独立しようかなみたいな。そうです。2010年、小町通りのビルの2階に小町イナをオープン。そして2017年に現在の場所へ移転しました。この先はどう、小町イナどういうお店になっていくんですか。そんなに先のことは全然考えてなくて、ただひたすら毎日やっていくっていう、その中でちょっとずつなんか料理が上手になればいいかなっていう。これ以上美味しくなったらどうしよう。さあ冷凍したじゃがいもを揚げていくわけですね。はい、冷たいまんまの油で揚げるので、まずはじゃがいもを先に入れてください。冷たい状態から入れるんですね。はい、これ どれぐらい入れればいいですか。とまあ食べたい分だけ入れていい。全部鍋に凍ったじゃがいもを入れたら、この冷たい油を入れてください、はい、小町イナでは菜種油を使用していますが、ご家庭ではサラダ油でもいいそう。ひたひた浸かるぐらいまで。ひたひたまで、はい、はい。これなんで冷たい状態から揚げるんですか。いきなり周りが焦げちゃう。あ、そうか、冷凍したやつであんまり熱い油と周りだけ焦げちゃって中が冷たいままっていうことになっちゃうわけですね。はい、したら火をつけて、はい、さあこれで火をつけます。はい、はい、これ火は最初は強火で、じゃあこれはこのまま揚げていって、はい、まあいい感じに色づくまで揚げるんですけど、はい、大体15分前後なんですけども、はい、その色づき具合がじゃがいもの糖度によってすごい変わってくるの で、ね、はい、あんまり目を離しすぎない、うん、ように。まあ最初はこのぐらいだったら別に目を離しといても、はい、あだいぶちょっとこの色が、そうそう、ちょっと軽く混ぜて、軽く混ぜ、あの軽く優しく傷つかない、あ、はい、いい色になった。でも皮がまだちょっとあのあんまりここで動かしちゃうと傷ついたり皮が、あでも色がついてきて、はい、じゃあ この辺から急激にちょっと弱火にしましょうか。弱火に、はい、ここから気をつけないと焦げちゃうわけですね、はい、そうです。うわだんだんまあそんな手がちょっと香りも出てきましたね、はい、でもだいぶいい感じになりましたね。ほらうわうまそう。もういいですかね。はい、じゃあ止めちゃっていいですか。あ、まあ止めない。はい、止めないで揚げます。止めても。はい、どっち、はい、止めてもいいです。もう揚げますよ、揚げますよ。はい、いいですか、ここに揚げちゃいますね。はいはい、うわさあ、揚がりました。はい。いい色に上がりましたね。もう香りがすごいですね。完璧ですね。もうこのまま食べていいんじゃないですか。でもここに塩を振るんですね。そうですね、はい。揚げたじゃがいもをボウルに移し替え入れます。そしてここに塩を振るわけですね、はい、これ塩を振る加減とかコツみたいなのはありますか、はい、いやもう完全に勘ですね。勘勘です、はい、塩を振りかけたらボウルを振って混ぜ合わせます。まあそこで一回食べてみてもいいですけど、ね、そりゃそうだそして迷いが生じるっていう迷い道入ってしまいました。入ってしまいました。いやもうこれで OKOK、はい、そしてこれをお皿に、はい、ザクザクっと、わあいいですねこのザクザク感。はい、ポテトフライ完成です。というわけで、ポテトフライ、まあ、もちろん教えていただいたし間違いないですけど見た目は完璧ですね。いい感じでなんか上がってますね、はい、問題はですね、最後にこう
振った塩ですよ。ちょっと まずは食べてみていただいて、はい、いただきます。もうちょっと振ってもよかったと思うんですけど、でも本当ですか、 OK 範囲だと思います。えちょっとでももう一個食べてみる。まあ、こっちはちょうどいいぐらいなんで、まあ、ばらつきがあって、うん、全体的にも完璧今食べたやつはあんまり均一にしない方が食べた時に違いがあって、亀井さんおっしゃる通り、あの形も、はい、あの揚げ具合っていうかこの香ばしいところも塩も、はい、もう均一じゃないところが美味しさみたいな。あそうですね、はい、ばらつきが、でも均一だと飽きますからね、はい、そうですよね、はい、だからこれ飽きないでずっと食べられるんですよ。これね失敗はないです多分そうです、ね、それは失敗じゃなくて味のバリエーションだと思います、はい、でもこれができたのは本当に素晴らしいです。ありがとうございます、はい、この後はちゃちゃっと一品、料理の付け合わせにぴったりな一品を教えてもらいました。今日のちゃちゃっと一品はマッシュポテト。ポテトフライ用に茹でたじゃがいもを使って簡単にできちゃいます。材料は茹でたじゃがいもに塩と無塩バター。茹でた際に皮が剥がれてポテトフライに使用しないものを今回は使います。まずはじゃがいもをフライパンに、続いて水を入れ強火にかけます。入れて火にかけます。沸くまで強火で。次に塩を全体にパラリとかけ、じゃがいもを皮付きのまま潰していきます。水が沸騰したら弱火にし、さらにじゃがいもを潰していきます。もう少し柔らかくする場合は水を足せば OK。粘り気が出るまで混ぜ合わせます。最後に無塩バターを入れて全体を混ぜ合わせ、バターが溶けて滑らかになったら完成です。美味しいです。料理の付け合わせとしてもぴったりなマッシュポテト、ぜひお試しください。今回学ばせていただいたのは鎌倉のオステリアコマチーナ。上野食堂に掲げるメニューがまた一つ加わりました。シンプルの極み、ポテトフライ。今日のレシピはこちらです。詳しい作り方は上野食堂の番組ホームページで公開中。紹介したレシピで作った料理の写真を投稿してください。番組で紹介させていただきます。